押し切りましたね。あ、この両者の大物手に神様は決着をつけませんでした。今度3局は1本場萩原の連チャンです。萩原2枚目の初のポンからよく大物手に仕上がりましたね。ですね。そして茅森はやはり得意の大物手を何度も繰り出していきます。ドラは3番連チャンとありませんが、両面ターツが2つあります。萩原親番悪くはなさそう。こちらが茅森、メンツなし。大輔、こちらもメンツなし。南波さん2メンツできてます。いいですね、はい、渋川さんが一番スピード合いそう。もう本当に先ほども言った通り個人ランキングでいうと上位陣がねなかなか伸びませんので、はい、こう中段その後につける渋川とかもかなりやっぱチャンスですからね。うーん、本当に今年が一番今までで MVP 予想難しいんじゃないですか。そうですよね。もう今候補がどうです、いやもう10位ぐらいまで全員候補って言っていいと思うんですけど、ね、なるほど。松本が133の10位ですね。うん、3桁持ってればみんなチャンスありますもんね、はい、2連勝で、ね、200超えてきますので。3桁持ってるのが12の滝沢の 105.3、 この辺りまでは十分にありそうです。さあチュンのポンです。なんちゃのかやもり1枚目から仕掛けて手の形は整っています。うん、これはかわしてですね。はい、はい、かわしてというか、まあ、供託ももらいつつ、サクッと上がりますよと。はい、4番手のかやもり、高打点欲しいところですけど、まあ、こういった折り合いをつけることも大事ということですね。そうですね、まあ、手配次第なんですけどこの手はかなり泣いた方がいいと思います。なるほど、はい、高打点のルートがちょっと見えづらいってことですか。そうですね、で泣いた場合と泣かない場合のスピードの差もかなり激しくて、はい、で泣くと結構上がりそう。うん、確かに、うん、こういう手はでも、攻撃が来る前に上がりきっちゃいたいですよね。そうですね、まあ、少なくともテンパ入れたいですね。そうですね、うん、この手で、ね、リーチ来られると結構嫌ですからね。はい、まあ、例えばそのリーチ来た段階で両面テンパ入ってたら、ええ、もうたとえ包重になってもそれってしょうがないと思うんですよ。これ例えばこれですね、はい、この後ねリーチ受けて包重しても別にそれはもう何も悪くないと思うんで、それはもう運が悪かったというか、はい、巡り合いが悪かったって言っていいと思うんですけど、ということは、まず、まあ、一つ買い盛りの仕事は終わって、はい、あとは山に聞くと。そうですね、もうあとは抽選みたいなところありますよね。さあスッチーソー町のテンパイが入った買い盛りですが、チーソー山になしも数層が3枚残っている。うーん、萩原さんメンツがない。昆虫は安全牌、まあマンズは払わないと思うんですよ、ええ、なんで一つブロックが多い感じですよね。うーん、半数マンのターツはドラーカですからね、かなり嬉しいところですよ。茅森さんもまだねイーシャンテンぐらいの可能性が高そうには見えるんですよね。そんなにみんな強く警戒はしてないと思いますけどね。今のうちだといった感じかもしれません。なんかリャンピンかウーピンかチーピンあたり選びそうでもありますよね。選びましたね、はい、うん、刺し子の3色と、まあ、タンヤオの仕掛け。ここはひときわ大きな発生、かやもりさやか大民館。シンドラはローソー1枚乗った、これ積もったでかい。おー、でかい1300、2600、でかい。シュンリンシャンドラ1 1300、2600の一本馬、天才すぎる女ジャンシ降臨です。いやこれなかなかできないですよ。そうですね、ドラ1だったら、ええ、簡単にできるんですよ、はい、ドラゼロからはね結構抵抗あるんで。なるほど、っていうことはこれはもう普段あまりしない感という見方でいいですか。例えばどうでしょうね、そのまあ両ピンいっぱいブロックしてる分いいピンが期待できるとか、順目早くて待ちがいいから行きやすいとか、はい、いろいろね、はい、感しやすい条件もあったとは思うんですよ、特に今のはそういうわけじゃなかったんですよね。いや結構そういうね ありましたか、ポジティブ要素もあったんですよ。あ、なるほどなるほど、はい、普段からする終盤戦だからしてるというわけでもないかもしれない。かやもりさんの第6巻がビビッときたのかもしれないですね。いやー、かやもりの6巻が働き出したら大変ですよ大変です。そう、積もれるとかそういう6巻じゃないと思うんですけど、はい、うん、自由さがこの人の最大の持ち味ですからね。そうですね、はい、自由に羽ばたき出したら大変ですよ、うん、のびのびと出てる感じがします、はい。さあそして場面はとんの4局、その茅森が親番を迎えました。ドラはウーマン。
大和証券 M リーグ 2023-24 シーズン、ここからは本日2戦目を終えた選手の声をお届けします。2戦目2着となりましたセガサミーフェニックス茅森沙耶香選手にお話を伺います。対局お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当に激しい、見ていてもちょっと興奮と、まあ、いろいろな気持ちがこう湧くような一戦でしたが、はい、まずは戦いを終えていかがだったでしょうか。いやー惜しかったです。トップが、はい、はい、出す前も本当に数ピンチーピンと、うんうん、はい、あそこでこすっとリーチに行くっていう判断も結構難しかったと思うんですけど、まあ、そうですね、萩原さんが9ピン6ピン6ピンって切ってたんで、はい、まあ、萩原さんも使わないかなっていうので、はい、行きましたね、はい、で仕掛けてもいたんで、はいはい、行きました、はい、序盤から本当にこうアグレッシブな戦いというのをたくさん見せていただきました、はい、ちょっと聞きたい点が2点ありまして、はい、トン2局です、はい、まずは渋川さんの親番ドラガン何の場面、はい、茅森選手が先制リーチとなったんですけれども、はい、ウッパーピンチーピンの3面ちゃん、はい、パーピンがちょっと見えている状態ではあったんですが、はい、それかリャンウーマンのノベタンというところで3色を捨てての、ここはリャンウーマンのノベタンの選択、ここの考えをお伺いしてもよろしいでしょうか。ウッパーピンチーピンってやっぱりパーピンが狙い目だと思うんですけど、パーピンがね3枚切れっていうのと、まあ、自分がチーピン持っててチーピン1枚切れで、ウーピンはちょっとわからなかったので、リャンウーマンも悪くないなっていうところで、リャンウーマンにしました、うん、ありがとうございます。あともう1点、はい、トン3局一本馬萩原選手の親番の場面、ここ、はい、最初チュンをポンしまして、はい、ドラもないのでこうかわしてかなと思っていたんですけど、はい、なんと出たリャンピンを大民間して、はい、そのままリンシャン積もってドラも乗せてというところだったんですけど、そうですね、あれは普段の選択とはこういつもと、いつもああいう場面になった時の選択とは違いましたか。そうですね、かわしてのつもりではいたんですけど、あ、はい、まあ、すぐリャンピンがアンコになって、で、まあ、待ちも悪くないので、でこれで勘して乗ってリンシャンで積もればいいじゃんって考えてたらリャンピンが出たんで勘しました。ああそうだったんですね、はい、はい、見事な積も上がりということになりました、はい、まあ、ちょっと惜しくも本当に2着というところではありますが、はい、今日は、大きくトップ2着ということ で、 そうです、ね、またさらにボーダーの上からさらにポイントを伸ばした形となりました、はいはい、皆さんに向けても一言お願いします。はい、ボーダーに上がりまして、これからも、ポイントを伸ばしていきたいと思います。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。またこの曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。